一人いるんですけど、そうですね、今日はみんな遅刻せず俺も部屋見してきたし、はい、素晴らしいんじゃない、うん、いいことだね、うん、それじゃあ、かくいつものやってあげてよ、いつものやったよ、さあ、やったやった、ね、俺のCM フリーん、いや、いや、言わへんの、その、うん、何それ、そのいいCM フリーを、そのいいCM フリーをやってあげて、俺の伝説ベスト10、レッツゴーやれ、どうぞしか入れてくれないじゃん。どう考えても入れてあげるねって入れてあげる。ラクには入れないから。ラクはいや、お前氷食ってろ。氷食います。よし、じゃあ久しぶりだからみんなで乾杯しようか。ね。はい。はい、乾杯。はい、じゃあ乾杯。よいしょ。お茶がうめえ。あ、ぐいぐい。お茶がうめえな、本当。ここは俺が一番うまいよ、ほんま。いやー、いいね、なんかニコ生こうやって早起きしてくる。久々ですよね、ちゃんと俺ちゃんと来んのマジで久しぶりだわ。いやなんか楽しいよね、うん、何話そうか、ガクめちゃめちゃちっちゃくない今日、なんか嘘、カラコンは晴れてる、カラコン、おい、なんか俺の弟に似てるな、俺の弟めっちゃブスなんだけど、いやめてやめて、先に言ってどうすんの、顔違うよね、顔違う、ちょっと今日え、どうだなんかね、なんか豆みたいな、なんか鳩が豆でっぽくなった、こうやって見ると普通なんだけどね、ちょっと照明、ズームしてもらう、照明かな、一回ズームしてもらう、一回ズームとかできますかもうちょっといけます、あ、でもやっぱブスだよ、釈迦でーす言うてんな似てるよね、あの、して、ね、見ましたか、ツイッターとかよく流れてるさ、ね、動画のあのね、もがみ釈迦さんね、釈迦、あ、めっちゃ似てるよねめっちゃ似てるから、もう撮っちゃった、もうめちゃくちゃ似てると撮っちゃいましたわ、俺、ほんと見て、うわ、ガクだと思ってガクよりおもろいと思ってえ、似てるだけで別に面白くはない、いや、面白くはない、ただ似てるだけっていうね、まあでもあれはね、小峠さんの力もかなりね、眼球へくるぞこの野郎だって面白いよね、あれツッコミすごいわ、あれはすごい、ガク面白くないもんねって書かれてるもん、誰だよ、めえ、ほんとやっちまうぞやっちまうぞやっちまうぞ、ほんとやっちまうか、小峠より釈迦のが面白かった、小峠より釈迦、まあだとしたら多分笑いのセンスないね、あの、オチが大事なの、オチが大事ね、確かに面白かったけどね、すごい面白かった、いや、確かに確かに、小峠は面白いよね、おもろいね、友達になりたいもん、うん、退乳とか来てほしいよね、くれる、小峠より面白いよね、いや、そうなん、ツッコミってさ、そのそういうポジションになっちゃうからさ、確かに確かに、実際ボケ、あ、ツッコミありきのボケなのにね、かわいそうだよねボケが笑って面白いってなっちゃうから、そう、ボケの方が面白いってなっちゃうから、そうそうそう、ツッコミが面白い、ツッコミがね、あれもう間が最高にいい、あの人結構売れてるから、なんかナンバー俺すぐ見たんだけど、細酢、あ、俺も見た、細酢類だから、うん、ナンバー3とかだったかな、え、そんなもんだったっけ、あ、先月どのやつを、あー、でも最近2とか3とかが多い、いや、3やん、だから先月ナンバー2だって、へぇ、あの人ちょっと、あ、前まで新人さんだったんだって、あ、なんか1年ぐらいニコ生の新人枠に出てたらしい、あ、そうなんだ、ガク、君がパックレたの新人特集のやつですか、あのね、ガクじゃん、僕土曜枠で1回でパックれるっていう
や、そのまま出てたらお前が話したかもしれないのにな。いやいや、ほんま、ガクでーすって言っても、でも、名前がね、もう、名前変えたらいいじゃんか。名前変える、別に。名前変える。お前の名前覚えてねえから、ね。てか、なんか、どうも、はじめまして、ガクですよりも、全額のガクですとかの。全額のガクですよ。あ、来た。おはようございます。小錦ちゃん。どうも。小錦はるかちゃんが来ましたね。こんばんは。こんばんは。声小さいよ。こんばんは。はい、じゃあ、あ、自己紹介してないですね、今日。それ最近全然しない自己紹介。じゃあ、オチはじゃあ学で行くから。いや、ほんま、いや待って。ツッコミしてや。まだ。そう。主任の錦はるかです。よろしくどうぞ。お願い。錦はるか主任ですね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。はい。レイヤです。いやー。いやー。団長、団長。団長。はい、リヒトでした。はい、リヒトです。はい、迷宮と書いてラビリンス、リヒトです。副主任になりました。イエーイ、昇格おめでとう。ありがとう。降格ですね。はい。はい、そしたら。そうですね、渋井沢親分こと、ガクです。どうも、よろしくお願いします。どうも。釈迦違う違う違う、目の下りから、ね、目の下りから、ね、目の下りか、しかし君口臭いな。はい、ガク君ですね。気にしてるんそういうあれじゃないですか、そういう下りじゃないですか。すぐ見んとく。どうしましょうか。いやね、カピバラハルカって言われてますね。いや本当に多分カピバラ知らんよ。カピバラかい。あれ、レイヤーめっちゃおとなしくない？うん、カピバラが来たから。俺のことデッキ嫌いやからね。根本的に今日俺出る日じゃねえし。なんで来たの？なんで来たの？いや、カマチョがいて。誰？なんか、知らないと思う。下の子だから分かんない。リヒトって知らないでしょ。あの顔臭い子ね。顔臭いって。が、顔臭い。出るか。グーやめちゃめちゃ。もう来てるじゃん、リチギん？リチギ。向こうの空気感が嫌だった。全然空気感の方が嫌だね。それはあるわ。それはあるわ。すごいね、全員は髪の色違うね、綺麗に。珍しい。レイヤーなんか画面で見るとウニっぽいな。何、海、どういう、ウニ、ウニ、あ、ウニ、何が、このさっきさ、ちょうどあのウニ光ってるね、ウニさばく動画見てたんだけど、だって普通にパッパッてやるだけ。なんか口からやるらしいね。真ん中でしょ。そう、知ってるわ。なんかウニっぽい。大体あのもん岩とかでガンって海水でこうやって笑ってな。つってるだけ。はるかさん染めたもんね、最近。一昨日だか昨日だか。ああ、ベロベロでね、うん、全然覚えてない。絶対覚えてない。朝起きて髪の毛切って染めたことを思い出したっていうかな。あるある。あれってなった。シオンが同じ美容室にいたらしいけど、俺終始爆睡してたらしいから。首こうなってるところをもう5年ぐらい付き合いある人がずっとこうやって切ってたみたいな。いや、首こうなってる状態。はい、まだ首座ってないですか。首座ってない状態、はい、そう、こういうことっすよね。言い方こういうことっすよね。え、なんか魚さばく動画地味に。いや、最近はね、俺、あ、いや、やめろ。最近見てる YouTube の動画が、あの薬さばいてる。じゃあ、じゃあ、あのプッシャープッシャーへ。プッシャーの話。薬さばいてる話。さばく意味が違う。ね、イノシシの狩り。ほら、あんま変わんないじゃん、見てるけど。なんか変なおっちゃんがこうやって犬に行け行けってこうやってやってる動画ずっと見て。なんか YouTube マジで見るよね。え、見る、おもろおもろ。寝る前とか絶対見てるんだけど。 YouTube コナンしか見ないんですよ。コナン、コナン見んの。コナンって何の。コナンアニメで2時間ぐらいぶっ通しで流れて続けるコナンの動画。ああ、30分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 みたいな。そうそう、音声だけずっと聞いてるみたいな。何してるんですか。え、分かるの、それでストーリーが全て。いや、頭いらないよ。全部分かるからね。 YouTube 見たことないし。 YouTube 見たことない。知らんよ。いや、俺ガク、ガクがね、あの携帯縦に使ってるの見たことない。こいつ、分かる、ずっと携帯横にしてる。マジで。何してんの。横にしてるよ。使い方が分からないの、まだ携帯の。あんまり分からない。ずっと横でこう持ってるよね、君。横でも。何するのも横でも。ホーム画面ですら横にも。え、店の時もなんかこっちの方が割合高い。何してんの。いや、店の時はこっちやるかよ、ほら。携帯で横のやつはバレないように縦で使っとるもんな。だからたまに首こうなってる。あるある。
えでも YouTube は本当面白い。関連動画とか何見るんですか？魚以外、魚さ最近見てたそのデッドバイデイライトっていうゲームがあって、DVD ね、めっちゃこれがまた面白いっけね。ホラー系のいやゲーム実況ホラーは実況系見るんだ。やるより怖いのはね見た方がいいの。なんかやった気分になるし、みんなと一緒に怖がってるみたいな、そんな気分。ね、ほら分かるって人いるよ。見る方が面白い。ほら。ハイバライのことね、シェリー。シェリー。だからね。冷た。いやいやだってそんなの聞いてないんだ。自分でグレって話や。なんかトゲがすごい。やっぱウニなんで。すごい。やっぱウニだな。ウニだな。八割ベルで。口から。口から。いやー本当にね、今日ちょっとさっきまで原宿にいてたんですけど、原宿でイヤホンしてたんすか？イヤホン？イヤホン。原宿イヤホンしてたんすか？サイアンドコーだったね、完全に。はい。で、今日日曜日っていうのもすっかり、だいたい行くの水曜日が多いから休みの日とかで、はい、人やばそう。いやいやマジやばかった本当に。みんなイヤホンしてたでしょ？みんなイヤホン。8割ぐらいみんな食えと思ってましたよね。いやポップコーンの方が多かった。いや、原宿ってさ、ポップコーンじゃない？いや、クレープじゃない？いや、クレープコーンじゃない？いや、それ竹下通りでしょ。うん、まあ、外人っすかね。お前原宿じゃあ、やばいもん。表参道絡め方すごい。表参道の方歩いてた。うん、服とかを見てたんだけど、人が歩いてる服をこうやって、あ、こうやって。いや、でもそれは見るくない？そんな気してるんだろ。それは見る。あ、あいついい服着てんなとか思うじゃん。それを買うんすか？おい、いくらっすはじとび。あ、でも竹下通りはすごい外人に絡まれるよね。やばいやばい、やばいよな。押し寄されるもんな。竹下通りの外人の多さ半端じゃない。前ライトさんとかでライトさんしか話しかけられてなかったけど、これマジっすよ。いや、わかるわ。あの、服が、あの、オフホワイトっていう、あの、ちょっと外国の服着てるから、オフホワイト、オフホワイトあるよってパッて言ったら、クソほどパチモンのやつ。めっちゃ高いっすよね、あれね。CM 行こっか。いや早いでしょ、はい、それ言えばいい。久々に出たっすね。そんなことないよ、先月も出たよ。いや久しぶりに。いや先月で、俺今月毎回出てんだけど。自分で出たがって出てる。出たがってるじゃない。来ねえやつがいるからな。いや違うよ、今日は違うやん。いや今日は誘ってきたよ。いやだから今日なんかちょっと寂しそうな顔して携帯いつもこんなんでいじって、いやいやなんか、ああ大丈夫かなと思って、ニコ生出るかって言ったら、行こうかなーって、どっちでもいいよって言ったら、ああ行きますわーって。俺それしか言ってない。お前が出たかったんだろ。何で無視する？無視した。ね、リキト君ね。リキト君いい人だよね。いい人だよ、ね、いや本当いい人だよ。それは本当に思う、うん、昔から。俺よりいい人見たことがある。すごいいい人、本当に。偽善者っぽい。めちゃめちゃいい人。偽善者？偽善者っぽい。偽善者は目はでも偽善者。なんつうの？顔表情は偽善者っぽい。ほらフリーズしたもん。あ、ほんまや。あ、画面フリーズした。あ、お、あ、お、今日音楽あれだね。ね、何偽善者って。ぽくないっすか？自分で思わないっすか？全然思わないけどね。何してんの？いや、うちの画面ってどんだけヌルヌル動いてるんだろう。何？いや、さっき地震あったよね。あ、俺それ気づかなかった。俺も気づかなかったんですよ。震度7ぐらいっすよ。いや絶対言うと、はい、絶対。まあ、こういうとこあるからね。マグニチュード 8.9。 はい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 。 8.9 やのに震度7っすから、うん、おかしいな。おかしいな。え、震度4もあったの？え、どこで？北海道とか？じゃあ、茨城。また茨城。え、こっちは？最近多いね、茨城ね。茨城来た。茨城？え、じゃあこっち揺れてないでしょ、そんなに。2？ じゃあ気づかないよ。いや、あれは3はあった。いやいや、東京2だとしたらね、2ぐらいだったら気づかないな。2ぐらいだったら気づかない。大体こうやって揺れてるし、お前。3ぐらいはあってよ。あ、俺ないでしょ。8階にいたからな。8階にいた？ 8 階にいたんですよ、ビルの。ああ、はいはいはい、はい。ビルやべえな。ちょっと、あの、人の気してて。雑居ビルに、都内の雑居ビルに。冗談です、冗談です、すいません、申し訳ないです。あそこね、ヘアメイクしましたね。ヘアメね。40分3000円。あの、行った瞬間にあの、おむつ履かせられて。紙パンツのね。そうなの。俺
抜いたことないから分かんない。行ったことないから分かんない。ないけど分かんない。お前さては働いてたな。ケンコバ。お前働いてた。働いてる方。あ、CM ですよ。あ、じゃあ今日リフトさん。じゃあはるかさんにいつものね、CM どうぞのやつやってもらおう。CM どうぞ。うちのお店のね、錦ライト店長が、はいはいはい、なんとなんとみんな知ってると思うんですけど、今月いっぱいで退店する。いや、これほらほらほら、だとしたらここでは言わねえや。なんで、なんで退店で数々の爆弾行為に長いっす。残念ながらもう2月いっぱいで、はい、ということで、もう考えきれないぐらいの爆弾行為でクビになりました。もうこれは潰れねえっつって、あの、みんなからの嘆願書が集まりすぎて、本当にそれはめっちゃ、マエさんが辞めないと全員辞めるっていうぐらいのどっちかだったら、ね、ボイコットが起きて、そうですね、あのね、ボムのあれでね、たくさんありましたから自主退店という形としてはね、追いやってまあではなくね、まあクローズアップですね。あのホスオスのグラビアのクローズアップに、あれはあのホスオスさん側からね、取ってくださいっていうやつが来ないと乗れないやつで、うちの店でいたら代表と店長だけ、はい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 、そうそう、だから本当なんかね、年間ナンバーワンとか本当10ヶ月連続ナンバーワンとか取らないと乗れないやつなんですよね。そうなんですね、そうなんですね、初めて聞いた。そうそうそう、だからホスホス、なんかホスホスの中で会議があるらしい。ホスホスの中で会議が一生出てこないね。でもリキとツイッターにさ、はいはい、なんかホスホス俺を呼べみたいなこと書いてあって、はいはい、その後そこスパブロされとったね。ホスホスからこいつはね、知らんやろ。でもホスホスのアクセスランキングも8位まで上がってた。上がってた、8位ですね、全国で。まあ俺はそれよりちょっと気になった、見てたんですよ、はいはいはい、気になったのは9位の方がすごく気になっちゃった。9位誰ですか。名前なんだったっけな。いや違う違う、スクショしちゃったんだよね俺。あーなんかあのケム太郎、あーとっとこケム太郎って顔全然ね、そういう系じゃなかった。この人でもめっちゃなんか最近ツイッターで見る子じゃない、あの炎上ホストの相方みたいな感じの人じゃない。そうそうそう、あーはいはいはい、一緒に写真写ってる。あーそうそう、生理のやつ、生理のやつ。そう、何生理のやつ、なんか裸の女の子と洗剤取るみたいな、はい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 、顔血まみれにして太ももから血垂らしてる。で下にナプキン置いてあるんですよ、血ついてる。大丈夫なの。だから最近のこのホストのなんとか系がもうすごい、すごくない、なんとか系、なんとか系。いやでも多分どうなんですかね、それもブーム去りそうっすけどね。いつまでね、いつまで続くのかね。ブームっていうか、まあ炎上してうわこの人やばいな、見に行ってみようが多いから、やっぱどんな人かなみたいな、ビッグダディの時みたいな感じよね。あー一種のビッグダディ。ビッグダディはもうもうビッグダディよ、知らんでしょみんな。ビッグダディもだって炎上系ホストどちらかといったら、いやまあね、
なんかハラマス営業でしょ。なんかやれば何系何系がいい何系がいい。大学中臭い系の誰がいい。本当に臭いんだ行こうってなんか。え本当に臭い。本当に臭いのかなってなる。何飲ましても臭いらしい。何飲ましても臭い。あの匂いあのダージリンティーでも臭い。匂いあの測るやつにさあのトイあのよくあるめっちゃ汚いトイレとか2000とか。がピンってやってバーンって測定不能で測定不能みたいな言い過ぎだってガクこの前言われてたもんな一緒にあの電車乗った時あんじゃんで俺ら二人でさ座っててガクが左側にいたんですよ新年会時ですか3年ぐらい前かな いないじゃん3ヶ月ぐらい前3ヶ月前ぐらいに一緒に電車乗っててバーって座って話してたんですよ2人でで、まあ、前にこう、まあ、バーって結構混んでてで前に外国人4人ぐらいバーって来たんですよで俺はバーってで前の人がずっと英語でバーって喋ってるんですよでまあ3分ぐらい経ってガクがバーって上向いてすごい外国語やなみたいな独り言っぽく言ったら外国人4人がうわお前口くそめっちゃ流暢な日本語でずっと英語喋っとったのにいきなり日本語で口くそー言う国境越えたね国境越えた国境越えた口の匂いは国境越えるこれもうすごいよ本当にスカンクもびっくりだもんなもう一種のバイオハザードだからまあ冗談っすけどね本当はすごいいい匂いしますっていうなんかネタみたいなところあるもんなもうなんか確率してもだよだから俺で言ったらこうブスみたいなそんなことないよかっこいいなんか言ってるじゃん今の自虐系ホスト自虐系だ新しい新しい新しい新しかったね新しくそっちが新しいそっちの反応の方が新しい何言っとんのミニマム系ホストミニマム系ホスト何がですかゼイヤで言ったらほら何だろうまあ、ハゲが濃いとハゲノーズホスト俺だったらハゲノーズだよねハゲノーズねあったら広めたかったハゲノーズハゲノーズなんで鼻だけハゲノーズハゲノーズまあまあの悪口だけどなだってハゲだって何ノーズってただ鼻じゃんそうだよまあ、ハルガさんで言ったらまあ、加藤亮そうだね加藤亮系あんまり似てると思わないですけどね比較動画があるいや写真こうやって顔を変えたらスノーでやべえ加藤亮だったあれは加藤亮のあれが強すぎて乗っ取られてたもん顔があれは本当に似てたわ重ねた写真があるんだよな俺のそうそうなんかアプリで重ねたんだけど、ほぼほぼ俺の顔は乗っ取られてたまあちょっともうちょっと濃くしたら加藤亮みたいな加藤亮目だけ残されてあと全部加藤亮だったもんめちゃくちゃあれなんか画像あるみたいな別にいいよじゃあちょっと喋って加藤亮加藤亮いや見たいわ見たことない俺いやほとんど加藤亮だったよ顔は目だけ残してるからなんかあれ目ははるかさんそう目は俺で眉毛加藤亮で輪郭も加藤亮いや加藤亮加藤亮加藤亮なんだでも目が俺だからあれはるかさんかなあれってなるかもしんないけどあれはもうね本当に元の加藤亮の顔まず知ってます逆にいや知ってるかっこよかった時のやつかっこいい時なんてあるんですかあったよ生まれた瞬間ですかちげえおぎゃの瞬間生まれた時から眉毛あれだったからおぎゃの瞬間でねえほんまにあそうダンス上手い人ヒカキンとつかすさんのやつもあるヒカキンとつかすさんが似てるってやつねそれはでも乗っけたら怒られそうだからやめとこうかなヒカキンとつかすさんはやばいですよ本当に怒られるツイッター乗っけたら DM 来たからなつかすさんから悪意あるみたいな LINE とか電話じゃなくて舐めとんかってDM で来るあたりおもろいわ誰にですか君あ、俺に最近会ったことですか最近会ったことなんとね、この前ね、全然知らないおじさんに車乗せられて送ってもらったマジでやばくないっすかやばくないっすかなんか帰り、ドンキの前で向かい側のあの時のやつコンビニの前ですよあそこで待ってて、タクシー待っててタクシー全然来なかったんですよ、うん、そしたらなんか変なおっさんコンビニから出てきてえ、タクシーですかって言われたからはいっつってでどこまでですかってあ、どこどこですっつってあ、じゃあいくらでいいよって言われたんですよで、安かったの、いつもよりで、なんか、じゃあ案内されてで、車まで案内されて俺、携帯出てたんですってで、ドア開けられてあ、いいね、いいよ、見ようぜまずじゃあ
あ、今送ったんで大丈夫ですか。あの、まず、じゃあ普通の加藤亮を見てもらいましょう。普通の加藤亮、はい、どうぞ。まず、あの、ナチュラルな加藤亮、実物のね、はい、ね、これ加藤亮。まあ、なんか、まあ、なんとなくって言ったら、まあ、よく見たら、ちょっとまあまあね、ちょっとね、まあ、じわじわ来なくて、割とで、あの、次、じゃあ、あの、パッて合成したやつ、じゃあ、どうぞ。ひどくないこれ。ちょっとかわいいよね。ほぼほぼ乗ってない。でもかわいいっすよ。かわいい、かわいい、これかわいいんだけど。めめてかい、これはほぼほぼ乗っ取られてきた。あ、もう大丈夫です。これはあ、面白い。いや、でもなんかそう言われてみると、もうそっくりやな、加藤亮やな。したいやん、加藤亮。やっぱり加藤亮やな。目全然違う。加藤亮です。これはね、加藤亮が濃いかっていう。これね、もうめちゃくちゃ面白い。電車なのに笑う。電車乗りながらこれやったら笑うわ。電車見てこれは笑ったらあかんすよね。あれはひどい。いやー、ヒカキン絶対あかん。ヒカキンはもう、あの、許可まだもらってない。次回ね、もし許可もらった時に乗っけようかな。カマン、俺のツイッター見てもらったらどう。から、あの、遡ったらあるんですね。いや、許可なんて、まあ、ね、あー、怖いギャル。俺怒られたくないっすもん、だって。いや、本当なんかリキトって怒られる寸前でやめるよな。そうっすよ。で、残り一手で行くみたいな時にさ、まあ、はるかさんに任せる。もういいんだって、はるかさんにやってくださいって。でも何も知らないから一発目だと思ったらいきなり爆発みたいな。あるね、あるね、ほんとに。いやー、マジで今のは面白かったわ。加藤亮でしたね。あれは加藤亮で、加藤亮。あれは加藤亮じゃねえ。加藤亮でしたね。目だけなんだろうね、こうじわじわうつうつと。いやー、あるよね。なんかやっぱ似てる系って面白いよね。これもっと、誰に言われたんすか、初めて。加藤亮、え、なんだっけな、お客様に言われたのか。いや、違うと思う。もっと殺意湧いたもんだって言われた瞬間。ってことは多分お客さんではなかった。キャストのゆうきさんとかじゃない、下の方、あい、ぽいな。誰かにでも言われたんよ、加藤亮に似てるねみたいなこと言われて、バカにしてんのかなと思って。多分バカにはしてますよ。してた。確実に褒めてはねえだろうからね。レイヤーは誰に似てるって一番言われるの。一番言われるの、新幹線も。やっぱ新幹線とか。新幹線、こだま、うん、光とかこだまとかの、たまにのぞみ。なんとかこう横向いたらもう新幹線や。早いよ、早いよ。のぞみ、のぞみ。あ、でももっと看護師だからドクターイエローかもしれない。公職人種だし。ドクターイエローや。ちょっとうまいこと。ちょっとうまいわ。ドクターイエローかもしれない。公職人種だから。いや、面白い。本当にね。ロマンスカーね、箱根までね。学校は誰に似てるって言われる。僕ですか。一番多いやつ。一番多いやつ、え、マジのやつですか。うん、うん、マジのやつでいい。マジのやつだったら、相葉くん。は、バカじゃねえ、見たことあんのお前。どこの相葉くん、地元。めっちゃ怒るやん。めっちゃ怒るやん。俺の地元に一生メイプルストーリーやってる相葉くんって子いたわ。その相葉くんじゃない。それやばい、あと13秒しかない。はい、やばいやばい。水曜日6時、朝6時から2部営業、火曜日は休みだよ。火曜日は休み、水曜日朝6時から、うん、営業2部です、ね、28日は締め日、お願いします、ね、またね、ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。